こんにちは、Nです。3月の家計簿を締めたので、今回も収入と支出を公開しながら、どういうことにお金を使った1ヶ月だったのか振り返っていこうと思います。私と同じような収入の新社会人の方や一人暮らしを始める方、そしてご自身以外の家計簿事情が気になる方の参考になれば嬉しいです。では早速、手取り月収ですが、残業は2時間で16万2500円でした。実は4月から部署移動があって、以前と比べると残業の多い職場に配属になりました。なので来月はまだ前の職場の時のお給料になるので少ないですが、5月からはお給料が上がる見込みです。ですが、残業の多い職場だからといって、あまり残業はばかりせず、帰れる時には帰るといったメリハリのある仕事の仕方ができるといいなと思っています。そして、まだまだ仕事に慣れないのと忙しいのとで、動画の作成が全然できていなくてすみません。もう少し落ち着いたら、家計簿公開以外の動画も出そうと思っているので、まったり待っていていただけると嬉しいです。さて、ここから1ヶ月の支出について、固定費から変動費の順で振り返っていきます。固定費はじゃん、こんな感じでした。まず家賃は1万7000円です。会社の福利厚生でこの価格で住まわせてもらっています。いつもありがとうございます。光熱費は電気が4250円、ガスが2857円、水道は2ヶ月に1回の支払いで、今回は支払いはありませんでした。光熱費の合計額は7107円です。2月に比べると電気代は500円ほど安くなっていますが、まだまだ3月は寒かったので、よくエアコンを使っていました。早く電気代を2000円台まで戻したいです。あと、ガスはどうしても料金が高くなりやすいので、お風呂を沸かすときだけ使用しています。冬の水の冷たい日でも食器洗いにはお湯を使っていません。一人暮らしで洗い物も少ないし、お湯の温度の調整も難しいので、水で洗っています。通信費は1851円で、この月も通話がなかったので、基本料金のみの支払いです。UQ モバイルの新プランの引き落としはまだ3月にはなかったです。切り替えが3月からだったので、引き落としは4月からだと思います。そして保険料は1080円です。これは毎月変わらずです。続いて変動費は、じゃん、こんな感じです。まず食費からですが、1万9115円でした。目標は1万5000円なので少し高いですね。内訳はお昼ご飯代が6000円、会社の先輩とのご飯代が9000円、あとは食料品を買ったりパンを買いました。ちなみにこれはマイルールなんですが、自分を含め2人での外食は食費に含めていて、3人以上の時は交際費に含むようにしています。ご飯のお誘いは基本的には断りたくないので、誘われる回数が多いとその分外食費が高くなってしまうんですけど、2人の時の外食分を大体の予算を決めている食費に含めることで、外食しすぎの時には自分からご飯に誘うのを控えたりして使いすぎを防止しています。次に交際費が7490円でした。内訳は少人数での飲み会が1回あったのと、移動する際の挨拶用のお菓子が約2000円、退職される方への送別費が1000円でした。飲み会だけではなくて、友達へのプレゼントや手土産などもプレゼント代として交際費へ含めるようにしています。また退職される方への送別費が高くないのは、
個人でプレゼントを渡しているのではなくて、職場全体で集金してプレゼントを渡しているからです。次に教養教育費が6080円で、やっと申し込んだファイナンシャルプランナー3級の受験料です。1月の試験を申し込もうとしたら、申し込み期限が過ぎていたので、やっとの受験です。せっかくお金を払って受験するので、絶対に1回で合格したいと思います。5月に受けられる方、一緒に頑張りましょう。衣服・美容費は1647円で、キューティーブロンドというお店でルームウェア用のボトムスを購入しました。伸縮性があって、とっても着心地がいいです。外用の服ではないですが、久々の洋服購入でした。次はトレンチコートを買い替えたいなと思っています。交通費は1000円で、予定が詰まっていた割には少ないって思ったんですが、なんで少なかったかというと、先月に多めにスイカへチャージしていたことと、近場での電車利用だったんだと思います。それにしても交通費を安く抑えられてよかったです。日用品費が440円で、100均でキッチンスポンジや菜箸を購入しました。この中で衝動買いしたのは桜柄のウェットティッシュです。家にまだ同じサイズのものが2つあることは把握していたんですが、この桜柄のウェットティッシュがバッグから出てきたら可愛いじゃーんなんて思っていたら、気づいたらカゴの中に入っていました。でも可愛いし、消耗品だから良しとします。最後に支出がゼロだったカテゴリーですが、健康医療費で、ホットヨガの支払いがなくなったのと、通院も特になかったので0円に抑えることができました。ちなみに前々からずっと言っていたオンラインヨガの契約ですが、契約しないことにしました。 YouTube でヨガを投稿してくれているとっても素敵なチャンネルを発見したので、その動画で体を動かしていこうと思います。無料で済むものはどんどん取り入れていこうと思います。以上が3月の収入と支出の振り返りでした。全体的に見て、物の購入はあまりせず、主に食にお金を使った1ヶ月でした。そして3月の貯金額は99,526円で、貯金率は 61% です。内訳としては、先取り貯金が 84,250円で、やりくり費の余りが 15,276円でした。余り分は翌月に繰り越さず貯金しておきます。最近家賃以外の生活費を7万円から6万円に減額したんですが、減額したにもかかわらずやりくり費を1万円以上余らせることができたので、自分を褒めてあげようと思います。そして前回からスタートした150万円貯金の進捗発表のコーナーです。150万円貯金の進捗発表とは、2021年に年間150万円貯金することを一つの目標にしたので、総資産増加額とその合計を毎月発表していくというものです。ちなみに総資産増加額には、株式投資の利益分が含まれていたり、お金を使っても毎月の家計簿には含めない特別費があったりするので、必ずしも総資産増加額と毎月の貯金額は一致するわけではないので、ご了承ください。では早速3月の年間150万円貯金の進捗発表です。3月の総資産増加額は15,044円増えて、合計は337,004円です。進捗率は 22% で、まずまずの滑り出しです。よかったら皆さんも貯金の進捗を確認してみてください。以上で3月の家計簿公開は終わりです。本日もご覧いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。
またインスタグラムやブログもまったり更新していますので、概要欄からぜひ遊びに来てください。 N でした。ありがとうございました。